エゾサンシウウオエゾサンシウウオは、有尾木参ウオかウウオ属に分類される、ユオ類。日本固有種模式標本の産地は上り別。全長11から18.5センチメートル。東道長6から8.7センチメートル。体側面に入るシワは、左右に11本。体色は、アン褐色や褐色、アン灰色。講師の跡は5本。繁殖期のオスは、 体側面の皮膚が緩み、尾がヒレ状になる。妖精は巨頭化する方が見られ、エゾアカガエルの妖精や同種をともぐいするための適応だと考えられている。第二次世界大戦前のクッパラコでは、妖精の姿の状態で成熟するネオテニーが確認されたが、現在は確認されていない。染色体数は40。あばら上数、スキコツ死列の形状。 山椒魚族で本種のみ、染色体数が40であることから、エゾ山椒魚族サトビウスに分割する説もあったが、分割を認めない説が有力とされる。族内では最も原始的な種である可能性が高いと、される。平地から山地にかけての小宅地の周辺に生息する。小さな昆虫類やクモを食べる。主に4から5月に繁殖するが、高地では7月に繁殖することもある。 湖岸や池、水たまり、道路の側溝、用水路等に散乱する。乱納はコイル状に巻いた長い紐状で透明だが、散乱直後は白濁している。一箇所の繁殖地に千匹以上の個体が高密度で散乱することもある。河川回収、牧草地下、土地開発、道路建設による生息地、繁殖地の破壊、アライグマによる捕食により、 生息数が減少している。情報不足。ありがとうございます。